ということになりましたので、まあ、連天パーク等の、新しい中央銀行も、発券銀行も設立しまして、ドルとペックスさせることによって、まあ、マルコの安定を図るということをすると同時に、同図案によって、まあ、賠償総額を変えずに、1年間あたりの最初の、数年に関しては、賠償金を、まあ、少なくするということを、行ったということ、そしてさらには、まあ、ヤング案によって、賠償額をそのものを、低くしまし小さくしまして、まあ、ビス、国際決済銀行を通じて、まあ、ドイツが、まあ、イギリス、フランスに、まあ、戦争、賠償金を支払うということによって、まあ、それのためには、まあ、アメリカからドイツ市場に対して、アメリカ資本 のドイツ資本の市場に対する、まあ、投資ということが行われると、つまり、まあ、アメリカからドイツ、そしてそれからイギリス、フランスという形で、まあ、資金の流れということが、まあ、作られることによって、まあ、同図案というものは、まあ、第一次大戦後の、直後 の、まあ、経済の不活性化、欧米経済の、不活性化、を、まあ、転換させた、試みで国際経済政策であったというふうに、言うことができるということがあります。しかしそれが、大恐慌によって、まあ、まあ、挫折するというのが今週 の内容です。今週の内容はまず第一に世界大恐慌というのは、まあ、皆さん、当然聞いたことはあると思いますけど、どう捉え直すか、ということに関する、まあ、いくつか の視点ということをご紹介したいと思います。でそれから、まあ、実際のどういうふうに推移したのかということを説明するのがセクション2で、国際金融恐慌から大恐慌へ、まあ、どのように、まあ、進化していったのかということを、進化、まあ、深まるですけれども、説明したいと思います。そして、アメリカ政府の対応としての、まあ、対抗的為替政策というものがどのようなものだったのかということを、この3点から、まあ、3セクションから、まあ、説明してみたいというふうに思います。セクション1、世界大恐慌をどう捉え直すかということですけれども、まあ、世界恐慌というのは20世紀、最大の、まあ、経済的事件であることは、まあ、疑いを、入れない、わけです。まあ、当然 GNP、それから、まあ、失業率、などさまざまな、まあ、貿易量、などさまざまな、まあ、経済指標において、非常に大きなショックであったと、言っても過言ではないと思います。でまあ、経済学者、マクロ経済学者も含めて、まあ、大恐慌が、まあ、なぜ起こったのか、そして、なぜこんなに深く、長い不況になったのかということが、まあ、探究の課題になっていったということがあります。そしてその世界大恐慌というのは、まあ、短い期間で終わった、短いレジームで終わったんですけれども、まあ、24年前後に、まあ、各国、まあ、イギリスを筆頭にして、債券国際金融本位制というものが、まあ、成立したんですけれども、これが、まあ、大恐慌によって、まあ、瞬時に崩壊するということになります。そして、20世紀国際金融の枠組みを、組織したということになります。ちょっと詳しいことは去年、おととし のテキストにしたんですけれども、まあ、この、配布したテキストでも触れていますけれども、上川隆夫さん、矢後和彦さんの国際金融史、というのが、まあ非常にコンパクトにまとめてあると思いますので、ぜひ読まれることを、まあ、推奨します。こうですね。まあ世界大恐慌ということに関しては、まあ古い議論ということと、近年になって新たに、まあ再検討されるようになった議論って、まあ、2つあるんですけれども、まあ、旧来の対立軸というのは、まあ提示しますと、大恐慌の進化、世界恐慌化の原因というのは金融政策の有効性にあったとする、議論で、まあ、非常に有力な経済学の潮流であるケインジアンと、マネタリストというものが、まあ
まあ、大恐慌をめぐってまあ論争を広げたということが あります。まあ、ケインジャンというのは、まあ、あまり説明することもないと思いますけれども、まあ、有効需要政策、を、まあ取るべきだったというふうな感じになります。マネタリストの方は金融政策、によってもっと活性化するべきだったというふうな議論だったんですけれども、大恐慌の原因は何だったのか、大恐慌はなぜどのようにして拡大したのか、大恐慌からの回復はどのようになされたのかをめぐって、まあ、ケインジアンとまあマネタリストで、論争が、あったということになります。まあそれはまあいろいろな多岐な論点にわたるんですけれども、大筋で言うと、まあ、ケインジアンはまあとにかく財政出動が足りなかったんだというふうな、ことに総論としては、まあ、なるかと思います。でそれでもし財政政策をしっかり取っていれば、まあ、回復しただろうというふうな感じです。マネタリストの見解というのはあんまり明確ではないんですけれども、まあ、金融政策をもっと拡張的なものにしてすればよかったんであろうか、というふうな感じだと思います。そしてまあマネタリストのまあ総帥というふうな総帥ってまあ一番大御所というふうに言われているフリードマンと、シュワーツの米国金融史1867年から、1960年という、まあ、1963年に出た大著があるんですけれども、これはまあ日本語に訳されてないんですけども、まあ、非常に有名な本です。もう読んだことないんですけれども現物があるんですけれども読んでないんですが、まあアメリカの金融史に関しては、まあ、他の通じを許さない本なんですけれども、大恐慌の原因として、1930年12月に、最初の銀行恐慌が、まあ、あったことを指摘しています。そしてこの時としてこの小さな事件というのが、巨大な結果として、まあ、大恐慌を巻き起こしたというふうに考えた、わけです。でそのちょうど1969年5月ということは大恐慌から30年経って、まあ、テレビ討論、が行われまして、まあフリードマン、マネタリストのフリードマンと、サミュエルソンはどうなんでしょう、まあ、新古典派総合党がとも言われますけども、基本的には、まあ、ケインジアン、に属するんじゃないかとは、まあ、私は認識していますけれども、フリードマンはアメリカの金融政策原因説、を取りまして、アメリカの一国国内要因というものが大事だったと、いうことという決定的だったということと、実物要因よりは、まあ、貨幣要因というものが、まあ、重要だったというふうに対して、サミュエルソンは、まあ、一連の偶発的事件が、まあ、大恐慌を引き起こしたという、まあ、経済学的な説明ではないけれども、まあ説得的な議論ということをまあ提言していることになります。で、ここで、キンドルバーガーという最初講義の最初の時に覇権安定論のところで、紹介した学者の方なんですけれども。大不況下の世界1929年から1939年、という本を出版されている、まあ、これは翻訳ですけれども出版されているんですけれども、まあ、このキンドルバーガーの説によると、まあ、割に別に経済学者というわけではないんですけれども、なぜ1929年不況が非常に広い地域に及び著しく深刻であり大変長引いたのかという、これは非常に不思議なことであるけれども、これを、覇権理論からまあ説明しています。で、従来の大不況研究というのは、まあ、一国経済的視点に立っていたのに対して、キンドルバーガーは、まあ、国際レジームとして、まあ、この大不況を捉えるべきだということを、まあ説明するわけです。で、大不況を世界的視野から、世界不況が拡大進化していく過程と、社会経済解体過程を、各国経済の出来事と関連付けで説明するということなんですけど、これ、キンドルバーガー、どうしましょうかね、蜘蛛の巣って聞いた見たことあります、貿易量、ちょっともう説明しましょうかね、
これは1月から12月まで、1929年の、何月かあの秋、10月に、10月です、10月ぐらいに、おける、貿易量というのが10月だったのが、11月、12月、1月、3月、4月、4、5、6、7、8、9、10、まあ、キンドルバーガーのこの認識図というのは非常に有名なんですけれども、こうした形で1929年の10月から、1年経って30年の、10月、40年の、10月というふうに、各国の貿易量というのが、蜘蛛の巣状に、縮小していったという非常に有名な、グラフで、ちょっと図を描く力があったらパワーポイントで出したかったんですけれども、これで、理解されると思いますけれども、これで渦巻き状に貿易量が縮小していったのはなぜかということを説明したものです。また映りますかね。あ、すいません。キンドルバーガーは、この世界的、大不況、世界的視野から、世界経済が拡大進化していく、世界不況が拡大進化していく過程と、世界経済の解体過程を各国経済でいくことを関連づけて説明した、のが、キンドルバーガーです。でその、要点というのは、もう覇権の空位というふうな、言い方をするんですけれども、これはパクスブリタニアからパクスアメリカーナへの過渡の一時期での出来事として彼は捉えるんですけれども、イギリスが国際経済システムの保証人としての役割を続行する能力を喪失していたと、1880年代から、第一次大戦まで、イギリスが保持していた、国際経済システムの保証人というのは、国際金融本位性を維持する力ということになるんですけれども、この能力の喪失ということ。そして、経済的優位にあるアメリカがそのような役割を引き受ける意思を持っていなかったこと、この意思の欠如、要するにイギリスの、能力の喪失と、アメリカの意思の欠如という形で、結局その世界不況というものを、回復させる、イニシアチブというか、発揮されなかったということになります。で、不況時の覇権国による国際経済システム安定策が、機能しなかったということになりました。そのことによって、これを覇権の空位というふうに、言うわけなんですけれども、そこでいう、覇権国による、不況時の国際経済システム安定策というのは、戦後においては、アメリカ側になったわけなんですけれども、開かれた市場、市場を開いて、そして景気調整的な長期滞在貸し付け、投資の流れが、不活性化することに対して、さらに投資を活性化するということになります。この今、QE3、先ほど挙げた QE3 が、この不況時の、国際経済対策というふうには、なかなか思えないんですけれども、単に一国の、住宅市場の、維持と、アメリカ一国の住宅市場の維持と、景気対策、雇用対策というふうに、言えると思います。そして、なぜアメリカの恐慌が、世界恐慌へ拡大したのかと、ちょっと、スピードが速いかもしれませんけれども、京都大学 OCW の、この、講義の、ページに、スライドは、掲示されてますので、ご参照ください。で、旧来の説明ですと、関税引き上げ競争と為替引き下げ競争という近隣急防化効果、これ近隣急防化効果というのは、国際貿易 の, 最初マクロ、で最初に習う言葉ですけれども、一方が
まあ、あのアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、その他中国っていうのは、ある国がまあ関税を引き上げると、それに対して対抗的に、関税を切り上げると、あるいは、まあ、あの貿易収支を良くするためには、まあ、為替が切り下がったらいいんですけれども、ある国が切り下げると他の国も、対抗的に切り下げるというふうな、ことを、まあ行ったため、これ大規模からの脱出には、ケインズ政策に依拠した財政支出が、まあ、あの適切だったというのは、まあ、ケインズ案による、まあ、あの理解ということになります。これが、まあ、基本線にあるんですけれども、最近では、アイケン・グリーンという、先週お配りしたあの新聞記事、日経の経済教室の新聞記事、で紹介した、経済学者がいるんですけれども、経済学者でもあるんですけれども、金本位制を採用する国は金融政策のように金の足かせがはめられていたというふうなあの説明があります。でこの金の足かせっていうのはあの何かと言いますと、要するに、まあ、経済政策をするときに、金本位制を維持するために、まあデフレ的な政策を、まあ、せざるを得なかったというふうなあのことだというふうに理解しています。ですので、ね、まあ、景気改善が金本位制をあの維持することによって、維持するために、まあ制約されていたというふうな意味で、まあ、金の足かせというふうなあの表現が使われているというわけです。それで、この第二次あの大不況の時に言われるのは金の付帯化という皆さんにとって大多数の人にとっては見慣れない言葉で、私にとってもちょっとよくわからないことなので、説明しますと、金が流入、その大規模の時にアメリカに金が流入してくるわけなんですけれども、そうすると、インフレーションが起こってしまう、通貨量が多くなって、インフレーションが起こってしまうということを、という連関が あるらしいです。でちょっとインターネット の百科事典で調べているところですと、金付帯化政策というのは、金の流入と通貨供給との結びつきを遮断するための経済政策、第1次第2次世界大戦のアメリカ第1次第2次大戦の間に、アメリカにおいて取られた政策として有名であると、第1次大戦後大量の金がアメリカに流入したが、これは相応しておくと国内通貨の、大量の通貨の増加をもたらし、通貨の大量増加インフレーションを引き起こしてしまう。そこで、政府証券を発行、1936年して民間から通貨を、吸い上げ、その資金を持って民間を受けた金を買い上げて、それを、不活動勘定、インアクティブアカウントに入れたと、何を言っているのかということになりますけれども、要するに、まあ、世界中、国際経済の中でアメリカに、金が流入する、状況になった中で、そのまま金が、民間に保有されていると、インフレーションが起こるので、政府が金を買い上げるということによって、インフレを阻止したというふうな仕組みだと思います。国際貿易 の教科書にはもうちょっと、論理的な説明がなされているかと思いますので、そちらも参考に勉強して、さらには勉強してもらったらいいと思います。ちょっと私が理解できる範囲ではこんなことだと思います。インフレ、対インフレ対治策ということですね。のために民間の金を政府が買い上げるということだと思います。バーナンキ、現在の FRB アメリカの中央銀行である FRB の議長の見解としては、国際的資金循環を失速させた銀行恐慌などの非貨幣的要因を重視する一方で、金本位国と離脱国との間に景気収縮からの転換に明確な違いがあると。これはピーター・テミンの大恐慌の教訓という本にも書かれたんですけれども、早めに金本位制を出した国と、金本位制を維持した国では、景気収縮から景気の、改善に、タイムラグが見られると、いうことになります。例えば日本ですと、金本位制から離脱、ちょうどあんまり記憶は確かないんですけど、多分その金本位制、各国が金本位制から離脱する時期に金本位制に、
入ったと思う、導入したと思うんですけども、まあ、それによって、非常に金が流出したということが、まあ、よく日本経済史 の本でも書かれているところです、ですね。ですから、まあ今の学会の教授から言えば、まあ、金本位制はそもそも守る必要がなかったと、いうのは、まあ、ちょっと、まあ、後知恵的で、まあ、金本位制が全くない、今 のドル本位制の下でも、経済政策の調整によって、まあ景気対策ができているということを、まあ、前提にして、まあ後自衛的にまあ言ってるんですけども、その時においては、まあ、やっぱり金本位制への復帰ということは、まあ各国の金融政策担当者、財政金融政策の担当者にとっては、まあ、主要の前提であったというふうに考えられることができます。国際金融恐慌から大恐慌へということですけれども、世界的なデフレ圧力という、まあ、まあ現在も 今、どういう状況かは分かりませんけれども、まあ、各国、まあ、米欧日というのは、まあ、デフレに苦しんでいるわけなんですけど、それと、同じように、まあデフレ圧力に、まあ各国が、まあ直面しているということで、一次産品、とりわけ一次産品額が1920年代以降、急落し、ラテンアメリカ、中央ヨーロッパ、この本来では中央をセントラルの中央にしているときもありますけれども、中央ヨーロッパなど一次産品に依存する国々は、経常収支赤字を拡大したと。つまり一次産品が下落するので、まあ、経常収支赤字になると。さらに各国は、貿易収支改善と国内産業保護を目的に、効率関税を導入すると、いうことになります。ですから、まあ、先ほどの、キンドルバーガーの蜘蛛の巣、のような状況というものが、発生したということに、なります、そして最大の貿易黒字国アメリカが1930年6月スムーと法律、関税法を設立させると、法貿易の潮流が決定的になったということになります。この本スムーと法律関税法はその成立過程を見ると、最初はそんなにその効果法関税法ではなかったんですけれども、ちょうどその、議会の審議の過程で、まあ、大不況がまあ進化していくというような過程の中で各州の、まあ議員というのが、その州の産物に関して、まあ税金を高くしようと、関税を高くしようということを、まあ、次々と、運動を起こしたこと、ムーブメントを起こしたことによって、まあ、こう進むと法律関税法というよりも、まあ、高関税法ということになる、わけです。で、まあ、この先取りして言いますと、アメリカはこのスムート法律関税法によって、まあ、非常に高関税、保護主義の国家になったということになります。で、それで、対するイギリスというものは、まあ、その関税に関してはかなり低いんですけれども、イギリス帝国の、特権関税である、まあ、オタワ特権関税、オタワという、まあ、カナダの首都ですけれども、中心とした、まあ、貿易システムの、まあ、維持を、まあ、目的としているわけなんですけど、それと、イギリスの、まあ、オタワ特権関税の保護の要求と、アメリカの保護関税の、アメリカの高関税の、まあ、交渉というものが、まあ、1930年代から40年代にかけて、まあ、激しく行われるということになると思います。国際金融恐慌と債券国際金本位制の崩壊ということを言いますと、1929年10月ですけれども、ニューヨーク株式市場のブラックマン、株価が暴落する、まあ、ブラックマンデーでしたっけね、だったと思いますけれども、株価が暴落します。で、その理由については、去年、経済誌2で説明した、解説した、経済社会の形成という、本では、まあ、かなり詳しく、まあ、農業不況であるとか、それから、まあ、産業と農業との その生産性の違いかなどから、まあ
説明されていましたので、ちょっとそちらの方、去年授業を受けられた方は、見てみて、ください。大恐慌についても非常に、丁寧に書かれているということになると思います。で、その株価暴落、株式市場、でのニューヨーク株式市場での株価の暴落を受けて、ラテンアメリカ諸国、中央ヨーロッパ諸国というのは、アメリカの資本輸入が、急減し、アメリカの資金というのはそれまで、1920年代というのはドイツ、それから一時産のここで挙げた、ラテンアメリカ諸国、中央ヨーロッパ諸国に対して、非常に投資が強かったんですけれども、それが急速に引き上げられると、これは現代でもよくある現象だと思います。で、これらの国々というものは債務返済に必要な、ドルを入手できずデフォルトになると、資金が引き上げられて、デフォルト状態になるというのは、2000年代における、アジア通貨危機などでもあるように、そうしたデフォルトという、債務、不履行ということが、起こったということになります。そして、資本輸入の一時停止からそれが半永久的な停止になり、各国は債金本位制から離脱していくということになります。そしてこの中央ヨーロッパの危機からドイツ・オーストリアの危機に転化していくということになります。中央ヨーロッパ諸国のデフォルトによりこれらの銀行に、これら中央ヨーロッパではやっぱりドイツ・オーストリア の商業圏ということになるわけなんですけれども、当然、それらの諸国によって、オーストリア、ドイツが中央ヨーロッパに、中央ヨーロッパっておかしな感じですね、これセントラルヨーロッパ諸国に、投資していた、投資というものが不良債権化するということになりますので、両国銀行に、貸し付けていた外資も引き上げられると。そうすると、オーストラリア国立銀行トライシスバンクは、国際金融協力を、求めます。で、一時的にですけれども、1931年5月に、オーストリアは11カ国から1億4000万ドルを得たんですけれども、しかしということになるんですけれども、同国最大の信用銀行というのは、投資とまあとあの、ちょっと説明これあと来週説明しようと思いますけれども、信用銀行のクレジットアンジュタルトが倒産すると、これが大きな事件になります。それによってドイツで波及していくと、オーストリアの混乱から、これ王はオーストリアですね、信用不安による外資流出と、国内資本の逃避はドイツに波及するということで、それまで、ヤングアン・ドーズアンの下で、賠償金を返済していたんですけれども、1931年6月、アメリカのフーバー大統領がフーバーモラトリアム、とする制裁、イギリス、フランスの、アメリカに対する戦争債権の、返済というものと、ドイツの、イギリス・フランスに対する、賠償、の支払いを、一時停止を、宣言します。こうやって、経済、的に、一旦の収束を見るんですけれども、米英仏3カ国中央銀行と、これ中央銀行、これ間違いです、セントラルバンクですと、セントラルバンクと BIS 国際決済銀行による2億ドルの緊急借款がドイツに供与されます。1932年7月13日ドイツ政府は銀行休業を宣言しドイツの金本位制を停止します。これによって短い間だったんですけれども再建された金本位制というのがドイツで停止されることになります。そして続きまして、イギリスの金本位制離脱ということが、決断されます。ドイツの銀行恐慌により、イギリスの対独貸し付け1億ドルが回収不能になり、ポンドの信頼が揺らぐ事態になります。
これはまあポンド残高の引き上げ、金流出が、まあ、ポンド残高っていうのはそのインドの、インドとイギリスの関係のところでありましたけれども、まあ、インドが、インドなどの諸国が、まあポイギリスの中央銀行に追っていた、まあ、持っていた、まあ、債券ということになりますけれども、それの債券の引き上げと、そして金が流出すると、いうことになりますと、イギリスは公定歩合を 2.5% から 4.5% へ引き上げたものの、金流出は止まらずと、いうことですね。ここら辺にちょっと公定歩合を引き上げるということにやるところに、まあ日本などとは違うイギリスの、まあ特別な立場というのがあるんですけれども、むしろ、まあ日本の場合だったら、まあ公定歩合を引き下げて、景気を良くしようというふうに考えるんですけれども、イギリスの場合だと、公定歩合を引き上げて、資金を流入させるとことを維持するんですけれども、それは、まあ、あまりうまくいかず、1931年9月21日にイギリスは金本位制を離脱します。これにより、まあ、基軸通貨国、まあ、アメリカと並んでという、アメリカと並んで、債券金本位制というのは、まあ、2つの特徴があるということをお話ししましたけれども、1つには、金為替本位制という、形態を取っているということと、それから、まあ、イギリスと、フランス、イギリスとアメリカが、複数基軸通貨国であったということを、説明したと思いますけれども、その一方の基軸通貨国であるイギリスが、金本位制を離脱したことにより、同年中に25国が金本位制を放棄し、債券金本位制は、まあ、倒壊することになります。このイギリスの金本位制離脱により、まあ、債券国債金本位制は、まあ崩壊する、ということになります。大恐慌と世界経済の解体で言いますと、イギリスは、まあ、低為替政策をとって、まあ、景気、まあ、貿易輸出入の、まあ、改善を図るということになります。残る金本位制国、金本位制に残った国々というのは、1932年にベルギー、フランス、イタリア、オランダ、ポーランド、スイス、アメリカ、ということですけれども、金本位制、それ以外の国25カ国は金本位制を離脱し不足なんですけれども、為替の大幅な切り下げにより需要を外国商品から国内製品にシフトし、国際競争力を強化し、金本位制への輸入輸出を増加し、国際輸出収支を改善しようとしたというふうにありますけど、これが、まあ今、ピーター・デミンなどが大恐慌の教訓という本が翻訳書が出てるんですけれども、そこで出てる、まあ金本位制を離脱した国の方が、景気回復が早かったというふうな説明に、まあなっているところです。で、これらの金本位制離脱諸国というものは、総じて低為替政策を取るわけなんですけれども、それに対抗して、まあ、金本位制国というものは、貿易関税、輸入関税を、まあ引き上げて、これに対抗するという形で、先ほどの、キンドルバーガーの蜘蛛の巣の地図が、できてくるということになるわけです。これは、まあ第二次大戦後のブレトンウッズ体制というものが、反戦の材料としたことにもなるんですけれども、為替ということで、まあ、重要なことなんですけれども、1930年代、為替戦争、貿易戦争というものが、まあ起こったということになります。イギリスの工業生産は1933年には1929年の水準に回復します。金本位制国は国際収支悪化により貿易障壁の導入、為替規制、為替規制というのは、まあ為替とこんだけしか交換しないというふうに決める、量的な規制ですけれども、金融引き締めを行って、その代表的な例として先ほど挙げました、まあアメリカのスムート・ホーリー法、関税法というものが、まあ挙げられるということになります。そして各国は近隣急防化政策を採用し、それが、まあ、巡って、まあ経済ブロック化に進んでいくということになるかと思います。ですから、まあ、この為替戦争、貿易戦争というのは結局のところ、まあ、ナチスドイツの成立のものは、まあ複雑な過程ですけれども、一つにはベルサイユ条約による、まあ、巨額の賠償金ということと、さらに30年代に、
この為替戦争、貿易戦争によって、まあ、経済がさらに逼迫したということが、まあ、ナチス経済体制の、まあ、登場の、まあ、前触れになるということになります。ですので、第二次大戦中、1944年に、まあ、あのアメリカとイギリスの間で結ばれた、構想された、まあ、ブレトンウッズ構想というものは、こうした、為替戦争、貿易戦争を起こさないためにはどうしたらいいのかということを、考える。深くあの反省して考えるということになります。先取りしていえばその案としては、まあ、アメリカが進めるホワイト案とイギリスが進める、まあ、ケインズ案の、まあ競争になっていくということになっていくと思います。イギリスの低為替政策、なんですが、これは、ちょっとテクニカルなあの説明になって、じっくり、聞いてもらいたいんですけれども、イギリスは1932年に為替平衡勘定というあのこれはあのイギリス中央銀行、イギリスのイングランド銀行、中央銀行であるイングランド銀行の元に置かれた勘定、アカウントなんですけれども、金融本位制通貨に対するポンドの定位安定化と金準備の増強を狙うと、そしてイギリス帝国の結束強化として1932年にオタワ帝国会議というものが開かれるんですけれども、そこで特恵関税を基礎にした貿易同盟を設立すると。これが一番続くかと言いますと、最終的には60年代まで続くことになるんですけれども、オタワ特恵関税、特恵関税体制を構築ということ、それから1933年に世界経済会議というものが開かれて、主要国、が参加して、とにかく、この先ほどのあったような、為替戦争、貿易戦争というものを、やめようじゃないかということで定まるんですけど、そのリーダー、になるべくにはやはりイギリスとアメリカだったわけなんですけれども、アメリカこれに関しては、ルーズベルトの個性ということで説明されることが多いんですけれども、それに、非常にそれにはアメリカは参加しないという、アメリカは協調しないという旨の、メッセージを発して、この世界経済会議は失敗することになります。で、これが、これは結構大きな画期でして、1933年の世界経済会議の失敗により、各国経済の各ブロックへの分断が明確化すると、イギリスのスターリングブロック、これは後で説明します。イギリスのスターリングブロックは、イギリス帝国にとどまらず、スカンジナビア諸国、それから、ラテンアメリカ諸国ですね、ラテンアメリカ諸国など、彼らが、スカンジナビア諸国、ラテンアメリカ諸国が、スターリングブロックに入ったメリットについては、後で説明します。それから、ドイツの、広域経済圏、それからアメリカの、南米アメリカ大陸に関しては、アメリカのブロックといっても過言ではないというふうに、思います。そして日本の、大東亜共栄圏という形で、ブロック経済化、していき、相互の、経済、交流というものが、縮小していくと、いうことになります。スターリングブロック、スターリングというのはポンド、イギリスの通貨であるポンドと同じ意味なんですけど、ポンドスターリングというんですけれども、まず、この内容を説明しますと、加盟国に対し、イギリス市場へのアクセス及び、資本輸出を与えること、これは非常に大きなメリットでして、穀物市場とか鉱物取引市場としてマンチェスターが有力であったんですけれども、この時期になると、シカゴ、アメリカのシカゴが、マーケットとして非常にマーケットとして非常に大きくなってくるんですけれども、いまだにそれに、この時点ではさすがにイギリスの、市場というものは、大きな、ものでありまして、それへのアクセス及び、あるいはスターリングブロックを積んだ国、協定を結んだ国に対しては資本輸出を行うということを、やることによって、非常に経済が活性化すると。でその見返りとして、第一にイギリス輸出品を優遇する二国間の特恵関税協定を締結すること、第二に自国通貨をポンドに釘付け、ポンドにペックするということですね、
準備通貨をポンドで、そしてまあ準備通貨っていうのはまあ、あの国際通貨の、国際通貨の説明のところで、話したところですけれども、なんか通貨危機、などが起こったときに対して、まあ、介入する通貨、というあの資金ということになります。これは、1章、2章のところで、2章のところで説明したので、まあ、2回ぐらいの、お確かめください。でそして、ポンドで債務の、継続と、テキストではポンドで債務サービスの継続と言っていますけど、債務サービスというのがよく分からない、表現ですので、ポンドで債務の継続というふうに言いましたけれども、要するにアメリカ、ラテンアメリカとか、まあスカンディナビア諸国というのは、イギリスに対して、まあ、相互に貸し借りをすることを通じて、まあ貿易、の、まあ、活性化を、まあ、図ったと、いうことになります。そういうような開かれた市場というのは、アメリカは法関税で、まあ、閉ざされておりましたので、イギリスというものが非常に魅力的であったと、いうことになると思います。それでそのスターリングブロックにおけるポンドの性格ということになりますけれども、ブロック内通貨では、ブロック内には、自由に固定価格での交換性を、固定価格で、まあ、交換性があると、いうことです、ブロック外通貨には変動為替レートであるがある程度の、自由交換性を持っているところ、これは規制があるんですけれどもある程度の自由交換性があるということです。でそして、まあ、スターリング、イギリス の、まあ、強みといいますのは、南アフリカの新産金、新たに発掘される金というのが、まあロンドン金市場に入ってくるということ、それから、インドから、収奪を通じたということになりますけれども、大蔵金が流入する、ロンドン自由金市場を通じて、他の金融センターよりも自由な金交換性があったということになります。これが、まあ、ニューヨークとの違いということになります。ですから、相対的に、開かれた、経済システムで、通貨システムである、スターリングブロックに、スカンディナビア諸国、それからラテンアメリカ諸国が、入っていったということになります。で、ブロック内の国際決済が、ポンドで行われる限り、加盟国の民間及び公的支払い準備が、ポンド残高として保有されるので、イギリスのタイブロック収支が悪化しても、基軸通貨ポンドの安定が可能になると。これはちょっと、分かりにくい話かと思いますけれども、ブロック内で決済されている限りにおいては、ポンドを発行したら済むので、イギリスにとっては有利であったということになりますね。だから、イギリスの、入庁ということです。これはスターリングブロックの特質として、挙げうると思うんですけれども、日本の場合だと、他のブロック内諸国に対して、市場獲得を目標したということになりますけれども、むしろイギリスのスターリングブロックというのは、他の、ブロック経済、ブロック経済に比べて、輸出が可能であったと。その代わり、イギリスに輸出したそのお金というのは、イギリスの、ポンド、先ほど言いましたその金並行勘定に、勘定に差し入れ出すと、ポンド残高になると、ポンド残高というのは、例えばアルゼンチンから、イギリスへの、債権ということになると思いますけれども、そういうことになるという、掛け売りですね。になるということです。で加盟国のブロック外収支が、黒字になると、彼らが獲得した外貨金貨が、ポンド残高に転換されるので、イギリスの外貨金準備が増強されると、そういうような関係になります。これはなかなかに、便利な仕組み、だったので、採用されたわけですが、ちょっと思い出してもらいたいんですけれども、第2回のところ、第3回ですかね、チェンバレンキャンペーンというのがあったと思うんですけれども、帝国内の自由貿易ということを主張した、チェンバレンキャンペーンですけれども、それが、
自由貿易に負けたわけなんで、そのチェンバレンキャンペーンは敗北したわけなんですけれども、それが復活してくるというふうに、チェンバレンキャンペーンを、チェンバレン構想ということが、スターリングブロック構想に、つながってくるというふうに、理解することも可能ではないかというふうに、考える、次第です。それについては過去の、テキストのところをちょっと、参照してください。セクション3として、対抗的為替政策と、でそのアメリカのイギリス の, その為替政策に対して、アメリカ、ならび他の国々はどう対応したのかということなんですけれども、まず、1930年から33年のアメリカ、というものは、銀行恐慌が本格化する、ところに、時期です。で、フーバー政権末期でちょうど、第11月に、ぐらいですかね、年末の11月ぐらいに大統領選が決まって、大統領が決まるわけなんですけれども、フーバーの末期から、ルーズベルトが登場するまで、非常に政策が停滞するわけなんですけれども、ルーズベルトが最初にやったのはバンクホリデーという銀行休業日という銀行休業をやったんですけれども、それによって、いろんな政策をしていくことになるわけです。アメリカ通貨当局のジレンマとしては、対外金融流出によるデフレ圧力を軽減するために、金融緩和に乗り出せば、対外金融流出が増大してしまうと。金融緩和をすれば、金が流出するということですね。金平価を維持するために金融引き締めを強化すれば、国内銀行恐慌が激化すると。金融引き締めをすれば、金融緩和にすれば、金が流出し、金融引き締めをすれば、国内の銀行は不安定化するという、どっちの選択肢を選んでも、まずい結果になると。それは後ほど先ほど見たように後世の経済史家から経済史家、経済学者からどの政策が良かったかというようなことが検証されるわけなんですけれども、この時点においてはちょっと打つ手がなかったということになるかと思います。つまり国内銀行システムの安定化、金融本位制維持化の二者択一を迫られることになります。FDR 政権、フランクリン・デラノ・ルーズベルトを訳して FDR 政権というふうにちょっと長いのでFDR というふうになのが、一般的な用語ですので FDR 政権とさせていますけどルーズベルト政権です。1933年、ルーズベルト大統領に承認します。金融輸出を禁止し、ドルが減価します。そして FDR 政権はそのドルの減価を放置することによって、国内景気対策としてのリフレ、統制インフレーションということを、実施するわけです。これの評価は難しいです。リフレっていうのは、意図的な、インフレーションということになるのかと思いますけれども、それが本当に統制できるのかということにめぐっては、一時期流行ったのはそのインフレターゲット論というのがあるんですけれども、今 の, 白川総裁は、インターゲット論者だったんじゃないかということがよく言われてますけれども、それが本当に、例えば 3% なら 3% のインフレにするということが、できるのかということに関しては、疑問の残るところであります。FDR 政権の金融政策のとして第一に1933年5月12日のトーマス修正条項というものがありまして、まず第一に財務長官は連銀と協力し連銀が30億ドルまで追加的に政府証券を財務省から購入し、保有することを認可すると、今今日お配りした QE3 の似た系統の、政策ということになると思います。全然レベル額とかは小さいんですけれども、そうした、リフレ政策ということになると思います。で第二に、その第一に挙げたその30億ドルが不十分な場合さらに30億ドルまで放火、グリーンバック、といいますけれども、政府紙幣の、発行を許可すると
要するに、まあ、とにかくリフレ、によって、まあデフレを、まあ、駆逐しようというような、まあ、攻撃的な、まあ、金融政策ということになると思います。 FDR 政権の金融政策2として、政府が金を大量に買い上げることによって、人為的に金価格を吊り上げ、ドル原価と国内物価の上昇を招いたと、まあ、金をそれは金の付帯化政策のところで説明しましたけれども、民間から政府が大量に購入するということによって、金価格を釣り上げて、それによって、まあ、金価格が上がるということは、まあ、ドルの価格が下がるということですから、それによって、まあ、国内、物価上昇を、まあ、導いたと。1933年8月23日、国内の金を世界の自由金市場の最高価格で購入する権限を、財務長官に与えると。そうすると、まあ、金購入価格が、まあ、アメリカ一国が、そういうふうに金購入政策をするものですから、金価格が、まあ、上昇します。1933年10月22日に、アメリカに金の政府市場を確立し、復興金融公社、これを復興金融公社は、リコンストラクションファイナンスコーポレーションといいまして、まあ政府系銀行のような政府所有の、まあ、銀行ですけれども、復興のために必要な、まあ、融資を行う、銀行でして、これはフーバー大統領の時代に作られたもので、ですけれどもそれをさらに拡充させるということをやります。それによって、まあ、金買い上げ操作を行わせるということですね。FDR 政権の金政策さんとして、1934年の1月30日の金準備法って、これは非常に重要な法律です。これは戦後においても影響する非常に大きな法律なんですけれども、大臣に金貨の自由鋳造を禁止する。それまで国内には金貨というものが、まあ、流通していたんですけれども、これを国内に流通している金貨はすべて財務省に回収すると。第二に金ドルの両目を確定させる権限を政府に与えると。第三に財務省機構官に攻撃可能と考える価格で金を売買する権限を与えるというふうな形で、まあ、イギリスはスターリングブロックと、でアメリカは 金政策、あるいはまあ対抗的為替政策として、金政策を用いるということを、まあまあ、やるわけで、まあ、その意味で、まあ、イギリスとアメリカの打っている政策というものは、まあ全く強調しない、政策であったということが、まあ、挙げられると思います。この属ですけれども、丸三の属ですけれども、丸四として、ドル為替の低位安定化のために20億ドルを為替安定基金として設置、まあ、したと。で、財務省は純金1オンスイコール、35ドルで売却すると発表し、ドルの金価格が固定化したと。これがまあ一つ のレジームになるわけですね。ニクソンショックが1971年ですけれども、その時まで金1オンスイコール35ドルというものが、まあ、世界経済の、まあ軸点というかベースライン、だったわけなんですけれども、この、金と通貨の価格というものが、まあ、固定化すると、いうことになります。ですからこの、ルーズベルト政権の金政策における金1オンスイコール35ドルというものがに対して各国が徐々に強調していくという歴史が1934年から47年ぐらいまで進んでいくというふうに見ることも可能だと思います。財務省の無制限金売買宣言により大量の金がヨーロッパからアメリカに移動したと。つまり要するに高値で買います。アメリカからする、アメリカからヨーロッパに対しては、アメリカの財務省が、持っている金によって、持っている、ドルによって、無制限に、まあ、高い額で、まあ、金を買いますよというふうに言いますので、金保有者は、まあ、争って、
争っているかどうかは分かりませんけれども、金を、まあ、アメリカに売ると、アメリカ財務省に売るということになります。そうですね、ちょっと話します。以上が、ちょっと林でいきましたけれども、大恐慌、の内容です。で、次週から内容を簡単に説明していきたいと思います。まあ、今日説明した大恐慌というメカニズムに対して、イギリス、ドイツ、フラン、英独、これ間違ってますね、英独、米が、いかに大不況を克服しようとしたのかということを、まあ、3週にわたって、一国ずつ、検討していきたいと思います。イギリスについては第6章、融和政策と、スターリングブロック、そしてオタワ特権関税、特権関税と、まあ、スターリングブロックという、まあ、通貨同盟と、オタワ協定という、まあ、特権関税体制という、まあ、これは国は重なるんですけれども、これによって、まあ、イギリス帝国を維持しようとしたということと、それを維持するために、融和政策を取らざるを得なかったのはなぜかということに、まあ、入っていきたいと思います。で、その次の週についてはドイツにおいては、このような、まあ、ベルサイユの、まあ、での、賠償金、システムと、まあ、領土を削られるという、まあ、経験から、そして、まあ、大不況の、大不況一番深刻に受けた、ドイツが、ナチズムに、まあ、傾斜していく過程ということを、まあ、説明したいと思います。で、その次の週はアメリカは、今日ちょっと金融政策に経済政策に関しては説明したところもあるんですけれども、改めて、アメリカは再建国になり、そして、まあ、ニューディール政策を経て、まあ、どのような国家を構築していったのかということについて、説明するということを、まあ、来週から3週で、説明していきたいと思います。今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。